あ、でも2時半、今やってる、やってないのが、あ、約10分だって。3時半でもやってるみたいやから。3時半はもうやめた方がいいんじゃないの？そうやな。でも10分で終わるんやったら見てもよかもな。じゃあ雨の通り道やけど、雨天順に。あの雨降った時はこっち行ってくれって。そっち行こうか。濡れるの嫌やしな。いやいや、これからやろ？え、逆に、このまま。やろな。やることは一緒やろし。そういうイメージはあるわな。これもう入っていいのかな？こういうことやんな、でも。真珠のできる仕組み。真珠のできる仕組み。ああ、ははははは。フリー Wi-Fi。真珠の母貝となるアコヤ貝です。真珠の母貝の特徴を内側をご覧ください。とても綺麗な光沢、真珠と同じ綺麗な輝きを持っています。これを真珠質といい、真珠質を持っている貝のみが真珠を作ることができます。でこういった種類の貝に真珠を作るために行うのが角入れ手術です。
その際に必要とするもの、この2つ。まずこれは角。形を丸く整えるために使います。この角を使うことによって、真珠の形が丸くなります。でこちらが重要で、ピースといって貝の体の一部を切り取ったもの。2つ分の利用するピースは2ミリ四方の赤く着色した肉片、2列に板の上に並べてあります。このピースの働きは、この光沢を作る働きを持つ部分で、手術の際、このピースとこの角、必ず密着させて体内に移植しておくと、ピースの働きで角の周りに